どうもグータさんです、今回なんですけども、ほとんどのねトラップベースの基本となるような一番簡単なトラップベースをねやっていきたいと思います。それでこのような形の拠点になるんですけれども、ラストをねある程度プレイして経験値を積むとですね、他人の拠点を爆発物なしで手に入れるっていうディープという行為がね、ラストプレイヤーのねロマンみたいなところがあるんですけども、それをね逆手に取った拠点になります。こんな感じでね、扉を開けっぱにしてロマンをね抱えたプレイヤーがワンチャン狙って入ってくると、ショットガントラップがね設置してあって死ぬっていうね、素晴らしいね拠点になります。まあ、自動で、ね、扉が閉まったり別なトラップとかで殺したりするトラップベースはね、今後やっていきたいと思うんですけども、とりあえずね今回はこれでどこまでね遊べるかやっていきたいと思います。おお、早速いいじゃん。あー、パドラーだね。オッケー。いやー、セーフゾーンはいいね。セーフゾーン狩りってやべえな、これ。あ、まあ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 。ありがたい、ありがたい。いやー、あれは遠いなー。お、待て待て待て、めっちゃうまそうなのいる。あれセーフゾーン帰りのやつだろ。いや、ワンチャンねこういうセーフゾーン帰りのやつがめっちゃ武士持ったりするんだよね。死んだのかこれ。ハズマットに M92 ピストルだから、まあまあまあ武器持ちって視点でうまいからね。めっちゃ期待すんな。は？やば！待て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 、これやばいやばい。え、かわいそうかわいそうかわいそう。多分これラストやめちゃうわ。840スクラップはやばくない？かわいそう。拠点のね外で音がするんだよね。死んだな。どこ行ったさっきのやつ。あ、いた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 。あー、うめえ、パドラうめえ。ありがてえ。は？おーい、お隣さんじゃん。いやー、お隣さんに悪事が割れたっぽいな。ワンちゃんいると思うんだよね。おつー、レッドくん DB ありがとうございます。あっ、びっくりした。え、なになになに、バカだこいつ。やば、なんでそんな武器ドアキャンしてんのお前。もうレッドくんがもうすぐ来るから、もう激横なんだけど。もうね、レッドくんのねドアキャンが止まんないんですよね。もうね、ずっといるんですよ。こんな感じでね。はい、ってことでね、セーフゾーンキャンプしてたんですけども、お隣のね、
レッド君がもうガチ横でひたすらドアキャンしてくるんで、ちょっとね対策を考えたいと思います。いない？いやーマジもう怖えんだけど。いる？いない？いやーマジいそうな気がする。この扉の向こうにいそうな気配しかしねえんだよな。大丈夫そう？あれ？レッドくん？ああ、また DB 持ってきて。バカだね、お前は。ありがとう。ああ、いいこと思いついたわ。これを扉のね前に置いて、まあ、レッド君にね自分のね頭蓋骨を見せてあげたらめちゃくちゃ怒るんじゃないかなと思って。でもこれやられたらめちゃくちゃ腹立つと思うんですよこれ。ほらレッド君、お前の頭だよ。存分に見るがいいよ。あれ反応ない？もしかして。なんか反応薄いな思ったより。あーまあしっかりいることにいるんだな、まあ、多分ね怒って壊してくると思うんですよねあれ、まあ、それまで待とうかな。あまあですよねですよね、もうそりゃムカつくもんね。はいお疲れさんと。もう一個いこう。いや、2個はやべえな、これ。やられたらやべえぞ。めちゃくちゃムカつくもんね、これ。どうなってんのかな？あ、いや、これドアキャッシュってさ、自分の頭2個買ったらやってたら相当ムカつくぞ、これ。めちゃくちゃ入りづれんだけど、これ。あー来てんな。うわやーば。危な危な危な。激おこなんだけどレッド君、無理やり入ってきたんだけど。自分の頭邪魔で出れてなかったんだけど今。やば。ラストやめたくなんな。ねえ、レッド君どんな気持ち今。ねえ、レッド君さ。レッド君がね、来なくなりました。多分ね、これ精神的に来るんだろうね。泣いちゃったよ。いやでもこれはやべえなマジで。煽り線の高すぎなんだよな。あ来た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 。あれレッド君じゃなくない？行かないんだい。怖っ。誰お前。知らねえさんだけど。いやーレッド君内落ちしちゃったな。んだけドアキャンして嫌がらせしようとしてボコボコにされて頭も飾られたらそりゃ気持ちもなえるよね。あ？はい。はいブロー。あ、のしゅのしゅ。
だこいつ。イエー。イエーいやー今日も楽しかったわ。また明日キャンプしよう。